ユーマ研究家の中澤武史です。というわけで、まだ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 、神の筆、怪獣たちのいる島、絶賛公開中でございます。はい、もう今こんな感じで始まるオープニングが最近このチャンネル多いんですけれども、とにかくそれだけちょっとこの映画は本当応援していただきたい映画なので、皆さんぜひご覧いただければと思います。7月26日より公開がスタートした映画、神の筆、怪獣たちのいる島。先日は、中澤武史と本作のプロデューサーであり、特撮監督の佐藤大輔さん、そして、スペシャルゲストに、田口清隆さんも迎えた舞台挨拶も行われました。もう公開から1ヶ月が経ち、上映劇場も少なくなっている？実は、8月30日から、公開劇場が一気に増えます。上映劇場の詳細は、概要欄を見てね。まだまだ、神の筆は終わりませんよ！ということでなんですけれど、はい、まあこのヤマタノオロチね、前回ね、このヤマタノオロチといえば大蛇じゃないですかっていう話をさせてもらったんですけれど、ヤマタノオロチってね、ちょっと複雑な怪物で、まあ、この映画の造形物を見てもらえばわかりますし、出雲の神話でそのヤマタノオロチのカグラとかもあるんですけれど、はいはいはい、大蛇、まあ蛇っていうよりは、ちょっと竜に近い要素のある怪物なんですよ。で、この竜とかドラゴンといえば、我々ユーマの世界、ユーマ研究家界隈の世界でも、まあ、非常に研究対象になっておりまして、まあ、神話や伝説だけじゃなくて、現実に竜を見た人、ドラゴンを見た人っていうのはたくさんいるんですね。で、撮影とかもされてるわけですよ、写真や映像で。で、このチャンネルでも、まあ、竜やドラゴン的なユーマを目撃した人の話を紹介したりとか、まだ実際に撮影された竜やドラゴンの、写真や映像を紹介する動画何本も作ってきたので、今回はですね、神の筆公開記念ということで、ユーマオカルトチャンネル竜ドラゴン動画総集編をお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。どうもユーマ研究家の中澤武史です。このチャンネルでは今まで本当数多くの、ユーマを紹介してきました。ユーマっていうのはそもそも未確認の動物なんですね。まあ未確認の、存在なので、まあどのユーマも謎がある、謎が多い存在で、まあその姿もはっきり分かってないものが、多いです。まあそのユーマ図鑑的な本とかを買うとね、想像図みたいなものは載ってるんですけれど、まあ言ってしまえば想像図なんで、同じユーマでも本によってはビジュアルが違ってるものとかもたくさんありますし、まあそれはしょうがないですよね。未確認の存在なんだから、はっきり分かってたらそれはもう未確認動物じゃなくて動物ですからね。ただそんなユーマの中でも、トップクラスに、正体というか、まあ、全体像がよくわからない、ユーマを今日はご紹介させていただきたいと思います。ボルネオで目撃されているドラゴン、ゲナリ。ボルネオ島にはですね、イヴァン族という人たちが、暮らしているんですけれど、そのイヴァン族の人たちが非常に恐れている怪物のような、謎の生物がいるらしいです。その怪物の名はゲナリと言って、これはね、ドラゴンのような、姿の生物であると考えられているようです。ユーマってね、いろいろいるんですけれど、やっぱり僕はその、まあ、怪獣みたいな、形のユーマが一番好きなので、まあ、ドラゴンのような生物がいるっていう話を聞くと、まあ、僕の好きなユーマの中でもね、上位にね、入りそうな、ちょっとワクワクする、ボルネオにドラゴンみたいなユーマがいるんだぞって聞いたら、ワクワクすごいするんですけれど、ただこのゲナリがね、まあ、最初にも話したように、まあ、非常に全体像がつかみにくいユーマなんですね。このゲナリ、まあ、古い伝説に出てくる怪物っていうわけでもなくて、2000年以降も、ゲナリが現れたっていう話があるんです。2000年以降にですね、あのカプアス川という川で5人の、子供が、殺された事件があったらしいんですけれど、この事件が、ゲナリによって起こされたというふうに言われているんですけれど、といってもこのゲナリによって直接子供たちが殺されているところを見た人がいるわけじゃないんですね。川で死んでる子供たち、その死体を見るとみんな首のところにあざがあるっていう共通点があったんですね。で、この連続殺人事件の謎を解くために、立ち上がったのは、警察の方ではなくて、名探偵でもなくて、
事件解明のために立ち上がったのは現地のシャーマンの方でした。シャーマンっていうのはちょっとまあね、日本だとちょっと馴染み、薄い方もいるかなと思うんですけれど、まあ精霊とか、妖精とかの声を、受信してその声を伝えるような、存在なんですけれど、まあやっぱ文化が変わるとね、まだこのボルネオのあたりではそのなんか事件があった時とかにまず真っ先に頼られるのがシャーマンっていうね、そういう文化が、残っているんだと思うんですけれど、その首にあざが残っているこの川の近くで死んでいた、子供たちの死体を見たシャーマンの人たちは、犯人の名をズバリ口にしたんですね。それがゲナリだったんですね。で、シャーマンの人たちっていうのは犯人、ゲナリなんで犯人って言っていいかわからないんですけど、ちょっともうややこしいんで犯人で統一しますけれど、シャーマンの人は犯人を解明しただけではなくて、さらなる被害を防ぐためにですね、鶏の血を、川に流すこと、そういう儀式を行ったことによって、ゲナリの怒りを鎮めることもやってくれたそうです。ということでですね、イヴァン族の、5人の子供を殺した犯人も分かって、犯人の、ゲナリが今後暴れないように、対策も打てました。めでたし、めでたし。と、ここまで話を聞いて納得できた人は、まあ、ここで動画を見るのをやめてもらっても大丈夫なんですけれど、ただまあ、残念ながら僕たちとしてはね、これで、ああ、そうなんだ、ゲナリが犯人だったんだ、5人の子供たちの、尊い命が奪われて痛ましい事件だな、とか、でもまあ、鶏の血を川に流したから、もうこれで、この先は安全だな、っていうふうには、まあ、やっぱなかなかね、ちょっと思えないですよね。で、本当に、犯人はゲナリという怪物だったのか、そもそもゲナリって一体どんな生物なのかっていうことが、まあどうしても気になってしまうんですね。なんでちょっともうちょっとこのゲナリという怪物について考えていきたいと思います。イヴァン族の人たちの間ではこのゲナリは、まあドラゴンのような怪物と言われています。でドラゴンのような姿の生物として、まあ僕たちが真っ先に思い浮かべる生物、そのドラゴンのような生物に誤認されるような動物がいるとしたら何だろうって考えると、やっぱりまあ巨大な蛇とか、まあ、あとはワニかなと思うんですけれど、実はねこのでっかい、大蛇のような巨大なヘビも、大きなワニもね、どちらもねボルネオでは確認されてるんです。これは普通に未確認動物じゃなくて、何メートルもあるヘビもワニもいるんですね。だからそのそういったものが子供たちを襲って、それがまあゲナリが起こした事件というふうに、まあ人々が誤解してる可能性っていうのは、まあ、あるかもしれない。ちなみにですね、このゲナリに、誤認されている可能性が高いという、まあ、ヘビとワニなんですけれど、ここからちょっとユーマ的な話になるんですけれど、ボルネオではですね、なんとね30メートルもある、ヘビの姿を捉えたと言われている写真が、主にネット上で出回っていたりとか、あとですね2015年にはですね、そのあたりに、ね、海軍のヘリが墜落したことがあるらしいんですけれど、その時にヘリに乗っていたパイロットの方がなんとですね40メートルのワニを目撃したという事件もあるらしいです。40メートルというのは初代ウルトラマンと同じサイズなんで、ウルトラマンと戦えるようなワニが、まあ、ボルネオで、まあでも海軍のヘリのパイロットっていうね、まあ由緒正しい肩書きの方が見たっていう話も、まあユーマ的な世界では伝わっています。ただまあそういった話を持ってこなくても、まあヘビやワニが、うようよしてる場所なので、まあそれがね、痛ましい事件を起こしてしまって、まあ、怪物として伝わってしまったっていう可能性が、まあ懐疑的に考えたら、まあ一番あり得る話なのかなっていう風に今納得してる方もいるかもしれないんですけれど、これに対しては僕とか、ユーマ肯定派界隈からはちょっと異を唱えたいところもあってですね、ヘビだったら、まあ、襲った相手を大体噛むんですよ。だからその実はね、子供たちの死体って首にあざはあったんですけど、何かに噛まれたような跡は全然なかったんですね。またこれはまあヘビにせよワニにせよ一緒なんですけれど、ヘビとかワニっていうのはその食べもしない相手を次々襲ったりすることはないんですよ。だから5人の子供をね、何のために殺したかが、そのヘビやワニが犯人だった場合はわからないっていうことが出てくるんですね。これ正直僕としては、これはユーマ研究家案件じゃなくて殺人事件なんじゃないかなっていう気もちょっとするんですよ。要は、まあ、人が人を殺して、その死体を見た人たちが、現地の人たちが怪物がやったんじゃないかみたいに、やっぱ
人以外にね、その殺すために殺すっていうことをする動物ってそんなに思い当たらないので、ちょっと僕はその、殺人事件の可能性も、考えています。まあとにかくね、このゲナリはまあ謎が多すぎるんですね。まあユーマってみんな謎が多いけど本当によくわからなくて、でなぜこんなにゲナリのことはよくわからないのか、その理由の一つはですね、以前こちらのチャンネルでも紹介したあるユーマと同じ理由があったりします。アマゾンで、目撃されているホラディラというユーマね、以前こちらのチャンネルで紹介させていただいたんですけれど、このホラディラというユーマも、まあ、非常に謎が多くて、まあ、写真が1枚撮られていることと、まあ、こういう名前のユーマがいるっていうぐらいの情報しかなかったんですけれど、これなんでホラディラに関して情報が少ないかというと、現地ではホラディラという名前を出すのも恐れられているんですね。だからその、まあ、名前を出すだけでも災いが起こるみたいに言われているから、まあ研究が進められない、まあ、現地の人に、まあ、取材に行ってもあまり教えてくれないみたいなね、そういうことがあったんですけれど、ゲナリも実は一緒で、現地では名前、ゲナリという名前を出すことも恐れられているんですね。だから子供たち5人の命が奪われているという痛ましい事件が起きているにもかかわらず、調査に地元の人たちは積極的になれないという、事情があります。しかもこのゲナリの場合はですね、ホラディラと違って写真の1枚もない上に、実はその子供たちが、まあ、死体があって犯人はゲナリなんじゃないかっていう証言が出てるだけで、目撃談すらないんですよね。だからホラディラ以上に謎の存在と、しかもう言いようがない。本当にもうどっからどうやって正体を解明すればいいんだっていうような話なんですが、そんな中ですね、ついにゲナリを見たというね、目撃証言が一件だけ、ありがたいことに登場しました。ついにゲナリの正体の手がかりになるかもしれないものがね、一つだけ、証言が現れたんで、ちょっとその証言について紹介させていただきます。そのゲナリらしき生物を見たのは、まあ、現地の男性の方なんですけれど、川を泳いでいるゲナリを目撃したそうです。でその方曰く、ゲナリの姿はですね、4メートルから5メートルほどの、体の大きさの生き物で、顔はカワウソのようだったみたいです。そして体はトカゲのような、まあ、手足が生えていて、で、ですね、尻尾がですね、仙山甲のような、特徴に見えたそうです。トカゲのような手足を持っていて、顔はカワウソ、尻尾は仙山甲で、4メートルから5メートルぐらいの生物。確かにそんな生物の話は見たことも聞いたこともないので、これはユーマの可能性が非常に高いと思います。ただここで問題なのは、まあ、これを見た人が何を根拠にゲナリを見たって言ってるかですよね。本当にゲナリがそもそもどんな姿のやつかよくわかんないから、この人がたまたま見たよくわからない動物のことをゲナリと言ってるので、これがその村の人々が恐れられてる、ましてや子供を殺したかもしれないゲナリと同じ生物なのかどうかが正直言うとさっぱりわからない。まあただ、まあ、こいつが何なのかわからないけれど、ゲナリと呼ばれてる生物なのかどうかわからないけれど、やっぱりそのあたりにはボルネオ島には、まあ、未確認生物がいるっていうこと自体は、まあ、間違いないんじゃないかなと思います。ちなみにこのゲナリかもしれない生物なんですけれど、まあそのカワウソとかトカゲとか仙山甲のようにいろんな生物の特徴を、合わせ持ってるという意味では、なんかそのハイブリッドね、ハイブリッドユーマっていう感じがするんですけれど、ハイブリッドユーマといえばこちらもね、以前こちらのチャンネルで紹介させていただきましたのディンゴネクっていうユーマがいて、ディンゴネクもいろんな生物のね、特徴を持ってるユーマだったんですけれど、ディンゴネクもね、その体の特徴の一つに仙山甲のような、まあ、鱗に覆われてるっていう特徴があって、仙山甲ってはっきり言ってしまえばそんなにメジャーな動物じゃないと思うんですけれど、この手のいろんな動物の特徴を持ってるユーマの話が出てくると、なぜか仙山甲との共通点が出てくるっていうのは、なんかちょっと不思議だなとは思いますね。なんかキメラ的な動物の目撃談の時にもっとね、有名な動物いろいろいるのに、なぜか仙山甲の要素が入ってくる。これは偶然と、ただの偶然なんでしょうか。もう一つ気になるのは、
まあこれもね、いろんなユーマの特徴でよく聞くんですけれど、顔は哺乳類っぽいけど、体は爬虫類っぽい水生獣ユーマ。これもこちらのチャンネルでも過去何度もね紹介してきましたよね。まあシーサーペントとかキャディとかもそうかな、そういうユーマたくさんいるんですけれど、だからこのボルネオ島で目撃されたゲナリらしき生物っていうのが、まあ世界中で目撃報告されているいろんなユーマとね、近い共通点を持ってるっていうことには、何か意味があるのかなとユーマ研究家的には気になります。そして、この現地の人が見たねゲナリらしき生物が、本当に子供たちの命を奪っていたのか、それともこの未確認生物はその子供たちの命を奪った事件には何にも関わってなくてただの冤罪なのか、そこは、非常に気になるなと思っております。どうもユーマ研究家の中澤武史です。今回ご紹介させていただきますユーマは、とあるアイドルの方が目撃した未確認生物のお話です。 AKB48 坂口渚さんが見たドラゴン。まあ、一昔前の話になるかもしれないんですけれど、アイドル戦国時代とか、まあ、いう言葉ありましたよね。まあ、とにかくアイドルって人たちはいっぱいいて、まあ、今もたくさんいろんなアイドルの方が、いるんですけれど、まあ、時々ね、僕の耳には、その、オカルト好きっていうアイドルの話が入ってくるんですね。で、まあ、たまに、まあ、こういう活動してると、その、オカルト好きと言われてるアイドルの方と、まあ、共演する機会とかもあるんですけれど、ただですね、最初、あ、オカルト好きのアイドルの方なんだ、楽しみだな、みたいな感じでお会いすると、オカルト好きとは言っても、結局、怖い話、まあ、幽霊が好きとか、あとは、まあ、なんだろうな、ちょっとスピリチュアル的なものとか、そういうのが好きな場合が大体なんですね。で、まあ、まあ別にね、もちろん幽霊なのか怖い話が好きなアイドルさん全然素晴らしいと思うんですけど、やっぱり僕はね、やってるのは専門がユーマなんで、やっぱちょっとがっかりというか、やっぱオカルト好きって言うならユーマとか、あと UFO とかにも興味持ってほしいなーみたいにね、思っちゃうんですけれど、そんな中でですね、AKB48 をさんの中に、まあ、AKB48 ってこれね、誤解してる人もいるんですけど、48っていうから48人組だと思ってる方いると思うんですけど、実際にはね、数百人のね、メンバーさんがいるアイドルグループなんですけれど、その中に一人、オカルト好きのメンバーがいるっていう話を聞いたんですね。で、僕も、あ、AKB の中にオカルト好きの人いるんだと思って、一瞬、おっとは思ったんですけれど、まあでもどうせ、まあ怖い話とか幽霊とかの話しか興味ない人なんだろうな、みたいに思ってたんですけど、そしたらオカルト好きの AKB さんのメンバーがいるっていうことで、トースポさんが、取材をして記事になってたんで、そのインタビュー読んでいたら、坂口さんが、カナダのオカナガン湖に行って、オゴプゴを探しに行きたいみたいなことを言われていて、おおと思いまして、あ、ユーマも行ける人なんだ。あと、ここでオゴポゴってね、名前出してるのがいいですよね。その、ネッシーじゃなくて、オゴポゴの名前出してるあたりが、あ、本当にオカルト好きなことが、オカルト全般が好きな方がね、AKB さんの中にいるんだと思って、ちょっと僕的には嬉しくなったっていうことがあったんですけれど、で実はですね、最近この坂口渚さんと、あるお仕事の現場でご一緒することがありまして、これがね、まあ僕もねよく大変お世話になっている先輩なの UFO 研究家の竹本亮さんと、あとこのチャンネルにねゲストにも何度も来てくださっています、オカルトコレクターの田中俊之さんが、主催した、宇宙人カラオケ大会というね、まあタイトルだけ聞いても全く意味のわからない企画に僕も参加してたんですけど、この時に、坂口渚さんも出演者として参加されていたので、初めてねお会いすることもできたんですけれど、本当にねやっぱオカルトが好きっていうだけあってね、宇宙人カラオケ大会って結構コメントするのも難しい企画だったと思うんですけれど、非常に的確な、コメントをされていて、この謎の企画を盛り上げてくれていて、AKB さんの中にこんなすごい人、オカルトに対して理解のある人がいてくれて本当良かったなと思ったんですけれど、そんなオカルト大好きの坂口渚さんなんですけれど、実は
ユーマを目撃したことがあるみたいなんですね。これね、僕も最初に、その坂口さんが未確認生物を目撃してるっていう話を、まぁ、ちょっと情報が入ってきて、で、坂口さんが、ご自身で配信されている、ショールームの生配信みたいな流れで、ちょっとオカルトの話をされていて、で、オカルト好きなんですけど、霊感とかはなくて、幽霊とか見たことはないんですよね。でも私ユーマーなら見たことありますみたいに言って、これ結構珍しいパターンで、大体の場合はUFO とかユーマーとか見たことはないけど幽霊は見たことあるっていうのが不思議な体験をするアイドルの方の多分 80% ぐらいはそっちだと思うんですけど、まさかの霊はないけどユーマはあるんですっていう非常にね珍しい出だしから、話されていて、でこれが、坂口渚さんっていうのは AKB さんの中にねチーム8っていう、47都道府県の中でまあその代表のメンバーを一人ずつ、選んで、るっていうチームがあるんですけど、だからチーム8の茨城県代表とか、群馬県代表とかいろんなところがあるんですけど、坂口さんはそこのチーム8の北海道代表の方で、北海道出身の方なんですね。なんかこの未確認生物を、目撃したのも北海道、の話になります。で、小学生の時に、これは体験した話らしいんですけれど、今坂口さんは、21歳なので、まあおそらく2000年代の後半ぐらいに起きた話だと思います。小学生の坂口さんが、お母さんが、運転している車に乗っていたところ、山の向こう側に、まあ、木がたくさん生えている森の向こう側に、まあ、竜が飛んでたらしいですね。この竜っていうのが、まあ竜って言ってもね、いろんな形が伝わっていますけれど、まあ翼がなくて、まあ巨大な蛇なようなものがうねうねしてるっていう、まあ本当に典型的な、まあなんだろう、漫画日本昔話のオープニングに出てくるような竜なんですかね。で、鱗がね、岩肌ね、まるで岩のような、鱗も見えた。もうはっきりと見えたらしいんですね。で、まあ坂口さんは、ママ、竜っていう風に、お母さんに言ったんですけれど、ただ、運転中だったっていうこともあって、あんまり、竜だよ、竜だよとか言うと、事故とか起きるんじゃないかみたいな怖さもあったんで、あんまり見て見てって感じの風にはいけなかったらしいんですけど、とりあえず、ママ、竜とは言って、で、お母さんも、まあ、ある程度落ち着いたところで、まあ、坂口さんが竜を見てる方向いたらしいんですけれど、もう竜はその山の奥の方に隠れてしまっていて、すでに見えなくなってしまったということなので、まあ目撃できたのは、坂口渚さんお一人だけだったという、そういう体験だったそうです。これね、僕ね、非常に、興味深かったのは、この竜の特徴を坂口さんがこのように説明されていたんですね。もう本当に CG みたいだったと。もう本当に、いかにも CG で作られたような竜が飛んでいたと。で、この後に坂口さんがしていたコメントっていうのは、僕にとっても、なるほどというか、ちょっとその発想の転換というか、あ、そういう視点もあるんだって感心してしまったんですけれど、まあ、坂口さんは本当オカルト好きのメンバーの方なので、オカルト番組、実は僕が出てる番組も結構見てくれてるらしくて、宇宙人カラオケ大会でお会いした時も、テレビでよく見てた人だみたいな反応されて、いや逆だよみたいな、俺がテレビで坂口さんよく見てたんだよと思ったんですけど、いやまさかね AKB の方からテレビで見てた人だって言われるとは思わなかった。ちょっとびっくりしたんですけれど、まあ坂口さんオカルト番組をよく見ていて、で今のオカルト番組ってやっぱりもういかにも CG で作ったまあフェイク映像がもう大量に出回ってるじゃないですか。で坂口さんも見てて、これ CG じゃんと思ってるものもたくさんあったらしいんですけれど、ただ自分が見た竜ももう見た目がまるで CG のようだったんですね。だからもしかしたらテレビ番組のオカルト番組で流れているいかにもこれ CG じゃんっていう映像は確かにほとんど CG で作られたフェイクなんだろうけど、もしかしたらいかにも CG っぽく見える不思議なものがこの世界には存在するんじゃないかと、そういう説をね坂口さんが言われていて、これは確かに、面白い視点だと思いました。確かに言われてみれば、僕ね、映画も好きなんで、そのハリウッドの映画の、特撮映画の SFX 映画のメイキングとかも見るんですけれど、これね、最近やっぱりいろんな映画が、まあ CG をめちゃくちゃ使うじゃないですか。で、そのハリウッドの映画とか見てると、
これ CG なんだろうなとか思って見てるんですけれど、メイキング見たら CG だと思ってたシーンがちゃんと物を作って撮影してるってことが意外と多いんですね。そのあまりにも CG がありあふれてしまうと、なんとなく見てる側が、まあ CG なんだろうな、どうせ CG なんだろうなと思っちゃってるんだけど、実は CG じゃないっていうね、いっぱいあって、これは多分その SFX 映画、まあ作られた映画だけの話じゃなくて、オカルト番組とかでも、どうせ CG なんだろうなと思ってるものの中に、もしかしたら本物も紛れてる可能性、だから僕もね、やっぱりいろいろ見てて、まあその、もう明らかに CG じゃんみたいのは、もう考察する価値もないと思って、最初からスルー、まあ、娯楽としては面白いんだろうけど、これが本物かどうかみたいなことを真剣に考える価値もないみたいにスルーしてたものも正直あったんですけれど、坂口さんの話を聞いたら、そうか、いかにも CG っぽく見えるやつでもちゃんと調べないとダメだよなってちょっと反省させられました。だからちょっと今後の僕のユーマの研究のアプローチを変えさせてくれる、視点を、語ってくれたっていう意味でも、坂口さんありがとうございますっていう感じなんですけれど、これね、映画の話だけじゃなくて、その自然を撮った撮影した映像とかでもね、最初 CG かなと思ったものが本物だったっていうこともね、実はあるんですよね。で、これね、まあその自然ともちょっと違うかもしれないけど、ちょっと前もね、なんか山火事の、映像みたいなものがツイッターですごいバズってて、それは僕見たらもうすごい合成にしか見えなかったんですよ。だからこれ、最初フェイク画動画が、出回って、まあ実際に起きた山火事はあるんだけど、それをモチーフにしたフェイクが出回ってんのかなって一瞬思って、すげえ映像だなと思ったけど、あ、フェイクが回ってきちゃったよと思ってリツイートとかするのもためらった動画だったんですけど、どうもそれが本物だったっていうことがね、後で分かったりというか経験も実は最近してまして。だからその僕ら人間がその肉眼でパッと見だけで判断する、あ、これ CG だって決めつけみたいなのはあんまり信用できないのかなっていうふうには、思っております。さて、まあこの坂口さんが見たね、ドラゴンの正体が何かっていうことなんですけれど、まあその本当にその CG、 見た目が CG のような生物がいるのか、いる可能性もあると思います。あとはやっぱり、まあ、幻覚というかね、幻みたいな可能性ももちろんあると思います。まあ、完全な幻ではなくて、何かを、まあ、何か、その竜っぽく見る何かがあって、さらに、その、思い込みみたいなもので、ディティールが追加されてしまっているケースはもちろんあり得ると思います。この、その、見間違いの場合っていうのは、要は人間ってやっぱり自分のよく知ってるビジュアルみたいなものを当てはめてしまうので、やっぱ CG 映像とか見慣れた方っていうのは、その何か幻を見るときも映画とかゲームとかそういったもののビジュアルに近いものをやっぱ見やすくなってしまうっていうのはあると思うので、まあその見間違いだったから、まあ CG のように見えてしまったっていう可能性もまあもちろん考えられるとは思います。ただですね、実は北海道っていうのは、竜の目撃団っていうのは、いくつかありまして、そういう意味で言うと、竜の目撃がされてる土地でもありますし、あと、個人的に興味深いのはですね、水星獣ユーマ、まあ、ネッシーとか、日本で言うとね、イッシーとか、モッシーとかいますけれど、北海道にはクッシャロコにクッシーっていうユーマがいますよね。で、以前こちらのチャンネルでクッシーの解説会をやらせてもらった時にもご紹介させていただいたんですけれど、まあ、このクッシーっていうのは、他の水星獣ユーマには、ほぼない目撃も一つされていて、クッシャロコから現れたクッシーの背中から、翼が生えて空を飛んでいくところを見たっていう証言もあるんですよね。その他のね、まあ日本で言うとモッシーとかイッシーもいますけれど、こうネッシータイプのユーマが空を飛ぶ、まあ翼が生えて飛ぶみたいな目撃がほとんどないので、そういう意味で言うと北海道にいるユーマっていうのは空を飛びやすいというか、あとまあクッシーが飛んでる例があるっていうことを考えると、まあ坂口さんが見た竜はまあ翼が生えてないタイプだったらしいんですけれど、北海道にはその巨大な竜のようなもの、恐竜のような生き物とかがまあ
って空を飛ぶ種族みたいなものが、まあ、いる可能性っていうのは、他のいろんな方の目撃談とかにもあるので、まあ、そう考えるとやっぱ坂口さんが見たものは幻とかではなくて、本当に北海道に生息している、まあ、不思議な生き物だった可能性も十分、考えられると思います。ちなみにですね、まあ AKB さんっていうかまあ48グループね、他の姉妹グループとかも含めるとまあものすごい人数がいるんで、やっぱり超常現象をね、体験してる方って不思議なものを見たって方もたくさんいるんですけれど、まあやっぱりね、最初に言ったように幽霊は幽霊なら見たことありますって人はすごい多いんですけれど、幽霊以外の目撃で言うと、なぜか48グループさんっていうのはあの天狗の目撃者が多いグループで、まあ以前ね、こちらのチャンネルでも、天狗会の方でも紹介させていただいたんですけれど、元 AKB48 の高橋ジュリさん、この方は茨城県出身、まあ茨城県っていうのは日本のユーマの聖地ともね、言われている場所なんですけれど、高橋さんは、子供の頃茨城県でかくれんぼをしていた時に、天狗を目撃しています。また、元 NMB48 の山本さやかさんはですね、なんと家の廊下に天狗がいるのを見て、山本さやかさんの、まあ、実家には天狗がいたんですね。まあこのようにですね、まあ天狗の目撃者も48グループさんには2人もいたので、まあね、今のところその48グループさんでオカルトの話をしてる人があんまりいないんですけれど、もしかしたらね、坂口さん以外にも、竜とかドラゴンみたいなものを見た方もいるかもしれないですし、もしね、不思議なものを見られていたら、まあ、坂口さん以外のメンバーの方もぜひね、私はこういった未確認生物を見たよみたいな情報を、どんどん発信していただければ、私としてはすごい嬉しいなと思います。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ね、まあもう新年一発目の動画でもないですし、まあこれ撮ってるのはまあぶっちゃけ2023年なんですけれど、これが公開されるのが1月の何日ぐらいかわかんないんですけど、まだ一応明けましておめでとうって言ってもいい時期に公開してる動画だと思いながら喋っています。でなんでこのね、その新年の動画であることをこだわる話をしてるかというと、今年何年ですか？今年は、辰年ですね。そうなんですよ。これね、子供の頃から不思議なんだけど、干支で、辰だけちょっと浮いてるじゃない。確かに。他のやつって、一応実在するアニマルというか、普通にいる動物じゃない。まあそうですね、うん。ネズミとか牛とかウサギとか、子供の頃から、なんでこの中に辰が入ってるのかな。すごい不思議だったんですよ。で、これはあくまでも小学校1年生の時の僕が考えた中沢説、小1のね、僕が考えた説なんですけど、昔はいたんだろうと。あ、タツバ。12個動物を考えた時に1個だけ空想の入れるのってやっぱおかしいと。はいはい、何個か入ってんならまだわかるよ。12個のうち11個は普通にその辺にいる動物なのに、1個だけいるかいないかわかんないものが入ってるっていうのはやっぱ変だし、普通にこの干支を作った人はタツを見てたんじゃないかなっていうふうに小学生の時の中沢少年は考えまして、はい、でその後ね、まあ、このユーマオカルトチャンネルでも何度か話題にしてますけど、実際に竜を目撃してる人って世界中にいるから、いますね。そうなんですよ。だからやっぱりその干支を作った人も見てたんじゃないかなという、この子供の頃の僕の仮説結構正しかったんじゃないかなと思うんですよ。そしてやっぱりいろんなね、12の干支がありますけれど、まあ干支の中でダントツでユーマ濃度が濃いのがやっぱりタツじゃないですか。そうですね。それはイノシシ年とかだってイノモンとかいますよ。いるけど、でもやっぱりイノシシよりはタツの方がやっぱユーマの年って感じがするので、まあこれはタツ年を逃すとね、次にこの企画やれるのは12年後だと思うんで、ちょっと早めに、この回をやっとこうと思いました。ということで今回ご紹介したいのはこういう話でございます。竜は実在した、撮影された竜の写真と動画まとめ大紹介。はい、ということでですね、今回はですね、辰年記念ということで、はい、まあ、実在する、実在したんじゃないかと思われているその竜が撮影された写真や動画を、これでもね、実はめちゃくちゃあるんですよ。今回かなり厳選してます。おー、はい、僕が見つけてきた、実際の竜の写真をちょっと見ていただきたいと思います。いくつかね、パターンがあるんですけど、はいはいはい、まず最初に見ていただきたいのはこちらになります。はい、おー、なんかめちゃめちゃ顔がかっこいいですね、うん、
これね、まあちょっとアップの写真なんで分かりにくいかもしれないですけど、手のひらに乗ってる、はいはいはい、だからミニサイズの竜の写真で、はい、まあサイズから考えて竜の赤ちゃんなんじゃないかと言われてる写真なんですよ。なんかいいでしょ、そうですね、生き物って感じもちゃんとするし、そうですね、うん、なんかね、手のひらサイズなのがまたちょっとリアリティがありますね。バカでかいとかじゃなくて、うん、あの竜がその特にこれちっちゃいからなおさら思うのは、うん、僕らもタツノオトシゴとか普通に知ってるじゃないですか、はいはい、だからその見た目がすごい竜そっくりの小動物っていうのは普通にいる可能性は全然あるのかなと思って、うん、そう考えたらこれもまあだから何をもって竜というかなんですよ。竜は実在するって考えた時に、はいはい、まあタツノオトシゴはもう普通に確認されてる動物だけど、あれがもし未確認動物であれが最近になって捕まったら竜は実在したって言ってあれが出されても、まあちっちゃい竜って納得もできるかもしれない。ああ、まあ確かに。これも本物の動物を捕まえた写真だとしたら、はい、これを竜と言っていいのか、まあ大きくなったら本当に竜になるかもしれないけど、うん、まあそもそもちっちゃい動物で竜に似てる動物を捕獲した写真なのかもしれないなっていう気もするんですよね。あと個人的には、あのミミズハゼっていう魚がいるんですけど、はいはい、それにちょっと似てる気がして、その例えば、頭部はちょっと違うんだけど、ミミズハゼの頭の部分がまあ奇形なのかな、うん、まあなんかちょっと頭になんかできちゃって、その竜の角みたいに見えるようになっちゃったのか、まあちょっと夢のない話をすると、ミミズハゼの写真をちょっと加工、映像的に、写真として加工したのか、実物をなんか、実物になんかいじったのかわかんないけど、そういうことをやったトリック写真の可能性もあるかなとは思うんですけれど、ただまあこの、竜の顔もねはっきり写ってるんで非常にいい写真なんだ。いい写真ですよね、うん、なんかあの一瞬キングギドラのあのフィギュアの一部かと思いました、うん、サイズ的にもねちょうど。あーなるほどね、そう、首取ったらこんな感じなんで。確かにね、これ体映ってないからね、そうそうそう、頭のあたりだけなんで。でもねおもちゃかなってフィギュアではないと思うんだよ俺。やっぱ生き物っぽいと思うよこれは。あーでも確かにちょっとねうこうぬめってるっていうか、そう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 、質感があれなんで。だからもしなんか人の手が入ってるとしても、ある程度は動物の部分を使って、部分なんかくっつけてるトリックとかなのかな。まあその合成写真の可能性もありますけどね。そうだとしても、元になった素材となっている動物は本物の動物を使ってる。で、僕は多分ミミズハゼかなと思うんだけど、と思ってる写真であります。はい。まあこれもね、はい、すごいいい写真ではあるんですけど、うん、まあやっぱその竜っていうとやっぱ大きいイメージがあると思うんで、うん、なんかね、こうでかい竜の写真とかもないのかなとか思っちゃいますよね。ああ、もういっぱいあります。お、ていうかね、でかいやつの方が多いんですよ。でかいやつの方が多い。ちょっとこれ見てください。これですね。はい。見てはい、こんな感じ。はい、はいはい。おー、骨ですかね。竜らしき角も生えていて、頭部も竜っぽいじゃないですか。で、あの、こう人の足も映ってるんですけれど、まあこの人の足と比較しても相当大きいことになりますよね。そうですね。これもう一枚写真が撮られていまして、同じ場所で撮られた写真なんですけれど、はい、まあこんな風に、なってます。体の部分もね、たくさん骨が残っていて、かなり細かいところまで破損せずに残ってる骨だなっていう感じですね。これはどこで撮影された写真なんですか？これはですね、2017年に中国で撮影された写真ってことです。結構最近なんですね。そう、だから割と近年なんですよ。だからその近年で、でも中国ってね、やっぱり竜の伝説もね、すごいあるところなので、こんな最近になって、こんなすごい写真が撮られていて、その割には、世間的にはもう大ニュースになってないっていう。そうですね、初めて聞きました。だってこれ、集まってる人たちが、足元しか映ってないんだけど、結構な人見に来てるから、もうちょっと話題になってもいいと思うんですけれどね。意外と、ユーマファンの間でもちょっと地味な写真、あんまりまだ知られてない写真かなと思うんですね。地味っていうか知られてない写真って。こんなもう、デーニュースじゃないですか。いや、本当なんですよ。だから一面撮ってもいいと思うし、うん、頭だけかなと思ったらね、ちゃんと体もあるしね。すごい綺麗に残ってるから。そうなんですよ。骨になる前に見つかんなかったのかって思いますね。こんなにね。確かに。全身の、こんなでかいやつが全身にあって、しかも2017年だから、
骨だけになる前の状態見てる人いても良さそうなんですけどね。そう、相当中国の奥地だったのかな。それで骨になってから見つかって見物人がたくさん集まってる様子なのかもしれません。まあ、こんな風にですよね、あの竜のね死体の写真っていうのは世界中で撮られてまして、はい、次もね竜の死体の写真なんですけれど、はいはい、こちらになります。おお、これはですね2015年、はい、ロシアの海岸で撮影された写真なんですけど、はいはいはい、これもまあその竜のような細長い体だし、頭部もまあそのちょっと爬虫類っぽい感じのものが残っている写真かなと思います。でこれね、正直先ほどの中国の写真と比べると、おー竜だーみたいな感じでちょっと少ないと思うんですけど、ただ逆に言うと、まあ、正直なんですよ、さっきの中国のは若干あれ作ってないかみたいな疑惑のどうしても言っちゃうんだけど、こっちはね本物の生き物が、まあ、漂着、海岸に漂着した動物の死体のような気はするんですよ。うん、ただ逆に言うと、作り物ではないんだけど、別に竜とかじゃない、我々がよく知ってる既存の動物が、まあ、これ明らかにね、この頭部の部分とかっていうのは肉がもう落ちちゃってるんですよ。うん、まあ、頭の骨だけになったりしてるんで、まあ、腐敗が進んでるので、まあ、元々の姿とはちょっと変わってしまって、まあ、竜の写真と騒がれるようなものになっちゃって、ってるのかなっていう気もするんですけれど、ただその本当の竜の可能性っていうんですか、はい、作り物ではない可能性で言うと、僕は先ほどの中国のやつよりもこっちの方が可能性高いかなと思ってるんで、僕はいい写真だなと。そうですね、あれですね、あの腐敗する前が気になりますね、あのニューネッシーとかと一緒で。そうですね、いや本当にね、このチャンネルでも何度も紹介してるんですけれど、そのユーマの死体みたいのってたくさんあるんだけど、動物ってね死んでしばらく経つと、だいぶ生きてる時と形が変わっちゃうので ね、ちょっとこれで竜だって騒ぐのはね、なかなかちょっと、うん、本当にそれでいいのかっていう気もするんですけれど、だこういうね、竜の写真、もう一つあるんで、ちょっと見てください。はい、こちらです。おー。これはですね、2015年、だから先ほどのロシアの海岸で漂着したものと同じ年ですね。だからこの年は、竜の死体がたくさん、現れた年だったのが2015年は竜の死体発見されまくりイヤーだったと思うんだけど、こちらのスペインの海岸で発見されたもので、はいはい、まあ、全長7メートルほどあったと言われてます。ね、でよくね見ると頭部の方にもねちゃんと角らしきものもあるし、まあ、人の足もあるんで、まあ、大きさの比較もねしやすいかな。だから実際その7メートルぐらいっていうのは別におひれがついてるわけじゃなくて、実際そのくらいの大きさの生き物の死体なのかなという感じですね。でこれもだからそのこれはただね既存の動物のようには見えないんですよ、僕は。だからその本当に竜のような未確認生物の死体か、ちょっと作ったか、どっちかの二択になるかなとは。まあ、作った場合も、その角の部分だけなんかつけてる可能性はありますけれどね。そうですね。体の部分に関して言うと、本物の動物の死体を使っている可能性が、まあ、あるかもしれません。じゃあ、最後にもう一つ、はい、ちょっと死体の写真を見てもらいたいんですけど、はいはい、今までの死体のやつはちょっとタイプが違う。はい、こんなのもね、竜の死体の写真としてはあったりします。はい。すごい。ホルマリン漬けになっている。丸々。はい。もうこれがあるってことは、やっぱり竜は実在するってことですよ。すごいですね。もうザ・ドラゴンって感じの。そのまんまの形でホルマリン漬けされてますから。これは、あれですか、どこに保管されてるものなんですか？謎です。竜は実在するっていう証拠として、一部でこの写真が出回ってるんですけど、これがどこにあるのかすら全く情報が出回っていないという、もうどっちかというとこの写真があることでより竜の存在が怪しくなっちゃうんじゃないかっていう気もねする写真ではあるんですけれど、まあこういうものも一応あるっていうね。まあこれはさすがに僕は作ったなと思うんですけれど、まあこういうのを作る人がやっぱりいっぱいいるぐらい、まあ竜っていう存在はね、まあ世界中で愛されてるっていうね、ことなんだろうなと思います。まあ、そしたら、まあ、結構、その、死体のね、はい、写真が多いのは分かったんですけど、やっぱり、竜がこう生きてる姿、なんか飛んでたりとか、うん、なんかそういう写真とかってあったりしないんですかね？いや、もちろんありますよ。飛んでる写真もありますよ。まあ、死体の写真が確かに多いんですけど、はい、死体の写真が多い、まあ、動かさなくてもいい、フェイクが作りやすいみたいな、そういう疑惑もあるんですけど、はいはい、ちゃんと動いてるところのね、写真もあります。例えばこれですね。
これ2014年に撮影された翼を広げて飛んでいる、まあ、ドラゴンと言われてる写真なんですけど、いやすごい綺麗に写ってますね。これね、綺麗に写ってるし、なんかよくわかんないんですけど、その羽の端の部分、はい、両端の部分と、あと足元って言っていいのかな、それがなんかちょっと発光してるように見えるんですよね。そうですね、うん、なんかでしかも翼の方の光が緑と赤になってるから、うん、なんか一瞬こういう形の飛行機なのかなと思ったんですけど、そうだからなんかね、そういうこれはおそらく本当に何かが飛んでるところを撮った写真だと思うんです、うん、でまあドラゴンのようにも見えるけれど、なんか人工的に作ったものが竜のように見えるように映っちゃった可能性もあるのかなという気もして、まあ、それもフェイクじゃないかなと思うのは、フェイクでドラゴン作るとしたら、この辺光らせる意味があんまり、ね、ここ光らせることによってよりドラゴンっぽさが出るってこともないので、まあ、実際に何かを飛んでいるところを撮影したものであるのは間違いないかなとは思います。ただ、確かに、人間の作った飛行機的なものの可能性も、まあ、あるかなという一枚ではあります。ただ、飛んでる竜はね、他にも撮られていまして、うん、こちらもちょっと見てください。はい。これは絶対飛行機ではないですね。これは飛行機のわけがない。わー、うん、そうですね。これ2022年、去年ですよ。はい、去年。あ、まあまあ、もう年越してるから2年前ですけど、ややこしいですね。2024年から考えると2年前に、中国の空に出現した竜と言われてます。はい。雲の中にね。いや、なんかすごい神秘的な一枚ですね、うん。そうですね。光の差し方とかも相まって。めっちゃ構図もね、狙ってる感じがあるので、なんか風水的に良さそうですよね、これの写真。そうですね。なんか縁起良さそうな一枚ではありますね。まあ、ただやっぱりその、この辺の難しいところは、どうしても、フェイクなんじゃないかみたいな目ではね、どうしても見ちゃうところは正直あるんですけど、やっぱりその、僕は意外と最初の1枚目の写真がリアルだなと思うのは、その、竜っぽい形はしてるけど、ザ・竜でもないっていう、まあ、あとロシアの海岸で発見されたのもそうなんだけど、やっぱここまで来ると、もうよく知ってるおなじみの竜を作っちゃったみたいな、構図も、正直こういう構図の特撮もんとか漫画とかいっぱいあるじゃないですか。ありますね。もう竜が好きな人が好む構図の写真で撮れてるってあたりが、ちょっと作為的なものをね、どうしても感じてしまうので、そうですね、いや、もちろんこれが 100% フェイクってね、断言することはできないんですけれど、まあ正直、すごいその作者の意思みたいなものをちょっと感じちゃうかなとは確かに思う一枚ではあります。ただいい写真だなとは思いますし、はい、もう間に合いませんけれど、これを印刷して年賀状にね、使ってみて、12年後にはぜひ皆さん、スクショして使ってください。12年後、覚えておいてくださいね、この動画の。12年後にこの YouTube チャンネルが閉鎖されていなかったら戻ってきて、その時にスクショしても大丈夫ですね。いや、なんかこんなに竜の写真が見られると思ってなくて、はい、うん、本当もう辰年にふさわしいでしょ。そうですね、うん、もう正直ね、こうおせち料理フルコース食べたようなお腹いっぱい満腹感なんですけど、うん、はい、やっぱりね、うん、こうどうしてもこうかっこいい竜がこう動いてる姿もちょっと見てみたいなと思いまして、写真じゃなくてね、そうそうそう、うん、動画とかあったりしたらなと思うんですけど、いや、もちろんありますよ、生きて動いてるやつも。じゃあ最後にね、生きて動いてる竜、はい、見てください。やった。ほら、めちゃくちゃ飛んでる。なんだ、ほう。なんだ、ほう。めっちゃ羽ばたいてますね。うん、しかもこいつさ、はい、屋根の向こうの方に行ってるから、多分着陸してるよね。そう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 、この後ね。うん。なんで笑うんだよ。いい映像じゃないですか。いや、いい映像っすけど、うん、なんか一瞬ね、なんか新しいゲームの予告編かなと思って、ちょっとゲームっぽいなと思いまして、モンハンとか。CG っぽいってことですか。そう。動き方が。まあ、だから僕これはね、まあ CG の可能性も高いと思うし、なんか作ってる可能性もあるのかなと思ったんですけど、やっぱり普通この屋根の向こうには行かないっていうか、遠く飛んでくというか、このシチュエーションで、まあ、この家の、まあ、降りてはいないかもしれないけど、かなり低いところまで行ってるというか、うん、
この人以外、この撮影してる人以外もこのあの家の向こうの人も見てそうだよね。そうですね。もう一回見てみましょう、この映像ね。なんかね、でもね、なんか CG だとしたら僕はあんまり上手くないと思うのが、はい、自然に滑空して降りていく感じに見えないっていうか、なんか落ちてるみたいな感じの飛び方で、もうちょっと、もし CG なんだとしたらもうちょっとなんとかなんなかったんじゃないかなと思って、あ、まあ僕もフェイトリックだとしたらこれ CG の可能性が一番高いとは思うんだけど、なんか釣ってんじゃねえかなっていう気も少しするんだよね。このなんかCG だったらもうちょっと自然に降りてく感じ作れるんじゃないかなという気もする。ただ、確かにこのシルエットとか、あと動きはちょっと CG の方なのかなとかいう気もしますけれど、ね、もちろん本物である可能性も何パーセントかはあると思います。はい。ということでですね、まあ今回、辰年ということでですね、12年に1回はね、これをやっとかないといけないなと思った。今回ね、この1月中にこの動画の公開を逃しちゃうと、僕実は、今年、はい、ってか去年もね、公開したんですけれど、はい、僕ね、サンタクロースっているじゃないですか。はいはい、サンタクロースもユーマだと思ってるんですよ。おうおう、あのリアルサンタクロースの目撃談、はいはいはい、リアルトナカイって言ったら変だけど、はい、あの空飛ぶトナカイのね、はいはい、目撃情報とかも実はあるんですよ。で僕はクリスマスに合わせてサンタは実在したっていう動画を作りたいっていうことを2年前から思ってたんですけど、はい、毎回気がついたらもうクリスマス過ぎててまあ今年のクリスマスは絶対サンタ会の動画を作ろうと思ってるんですけど、はい、まあサンタ会はね毎年やろうと思えば1年逃しても次の年やるんですけど、この辰年会はね逃しちゃうと12年後になってしまうんで、ね、とりあえず慌てて、僕が知ってる、竜の写真や映像を今回ちょっとまとめてみたという感じです。最初にも話したんですけど、やっぱり竜ってすごい人気があるんで、まあこれはちょっと実在するっていう話からずれちゃうんですけれど、やっぱ世界中に竜やドラゴン内向家の人っていうのは多いんですね。だからその竜やドラゴンを使った、まあ映像とか写真、まあこれはフェイクだっていう話になっちゃいますけれど、うん、そういうのをまあ、あえて、まあ、じゃあフェイクだってことをしちゃいますけれど、作ってる人はたくさんいるので、今回紹介した他にも、竜やドラゴンの写真や動画ってのはたくさん存在します。そして、まあ、その中には、もしかしたら本物のものもね、紛れているかもしれないので、今回の動画を見て、竜やドラゴンの写真や映像に興味が持った方は、皆様も、自分で、調べてみて、これはもしかしたら本物なのかもっていうものを、見つけてみたら楽しいんじゃないかと思います。2023年、辰年は、ユーマの年であります。ユーマ好きの皆さんは今年一年楽しく過ごしましょう。どうもユーマ研究家の中澤武史です。今回はですね、はい、以前こちらのチャンネルで紹介したユーマの写真、はい、まあ最近いろいろ紹介してるんですけれど、はいはいはい、その一つの正体が判明したので、え、マジっすか。そのご報告をしたいと思います。竜の赤ちゃんの写真の正体が解明できました。ということでですね、はい、まだ記憶にも新しい、はい、まあ、この動画撮影中の段階ではね、記憶にも新しいんですけど、はいはいはい、竜の赤ちゃんの写真っていうのを以前こちらのチャンネルで紹介してたんですか。はいはいはい、ありましたね。ちょっとね、覚えてるかな、こう、これですね。はいはいはい、はい、あったんですけれど、これの正体が判明したんです。おー、マジですか。じゃあこの写真を流した時に僕どんな話したかとかなんとなく覚えてますか。ああ、覚えてます、はい、覚えてます。これは正体あれなんじゃないかみたいな、一応あの場でもいろいろ言ってたんですけれど、はい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 、まあ僕は一番可能性として高いのが、そのミミズハゼという魚に、なんか体が非常に、顔は確かに竜っぽいけど、体の部分が僕の知ってる魚に似てるなと思って、はいはい、だからもしかしたらそのミミズハゼの顔の部分だけなんか加工した、おそらく写真上の加工だろうけど、もしかしたら実際の魚になんか手を加えてる可能性もあるかもみたいな話もしたんですけど、ただまあそんなに巨大生物の写真ではなかったので、まあタツノオトシゴみたいな動物も実際にいるから、本当にまあこういうちょっと見た目が竜に似てる小動物が存在する可能性もあるかもぐらいの話をしていたと思うんですけれど、ただですね、はい、前回のこの動画を公開した後にですね、非常に興味深い情報が寄せられまして、おちょっと写真を見ていただきたいんですけれど、はい、こちらになります。え、同じ、もう一見同じ写真を見せられたと思うんでしょ。うん、あ、でもちょっと
顔がもう竜じゃないんですよ。お魚の顔全く同じね、この手の感じとも全く一緒なんですけれど、はいはいはい、顔は竜じゃない。はい、これね、まあ僕も見た瞬間、僕も魚も好きなんで分かったけど、これだからもうハゼの種類の顔なんですね。そうですね。なのでおそらくこの写真を元に加工して作られた写真である可能性が高いんじゃないか。はい、高いっていうか、まあそうでしょ。もうここまで一致してるから、はい、まああのもう 100% ビリーバーモードで頑張ろうとするのなら、あの元々が龍の写真でそれを加工してハゼにしたっていう、なんで加工する必要があるんだっていう話ですよね。あの闇の組織が龍の存在を隠すためにユーマの顔の部分を既存の動物の顔の顔に差し替えたとかいうかなり強引な力技で弁護しない限りは、あ、やっぱりこれは加工写真だったかなっていうちょっとね残念な結果ではあったんですけれど、まあこれはもう 100%これが答えだと思う、答えがね分かってしまった以上はね、やっぱそれはねお知らせしないと、あのこちらのチャンネルもね、いやそうですね、龍の赤ちゃんかもしれないって言って出した写真だったんで、ただあの僕もあの動画の中でこれハゼの写真加工したもんなんじゃないかという指摘はしていたので、うん、まあ、僕の推測が当たってたっていう意味ではね、ちょっと安心もしたかなっていうあの全然違う魚の名前とか僕言ってたんですけど、ね、あのやっぱりハゼの写真を加工したんだなっていう感じだったんで、うん、まあちょっと安心したかなって。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。